マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？毎日のお惣菜作りがもう面倒、あと一品ね、あると助かるのになとか。でも外で買う惣菜はカロリーも気になるし、添加物も入ってるから嫌だなとかね。私もあるので、その気持ちよくわかるんです。そこでこの動画では、ダイエット中でも安心して買えるコンビニのお惣菜をお伝えしていきたいと思います。あなたが安心してダイエット中でも食べることができるコンビニのお惣菜知りたいなということであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せるコンビニのお惣菜トップ3ということで、ランキング形式でお伝えしていきます。動画の流れはこちらです。1つ目、痩せるポイントとは。2つ目、おすすめのお惣菜トップ3ということで、実際にお見せしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では1つ目の項目です。痩せるお惣菜のポイントについてなんですが、主に2つあります。1つ目はもうダイエットのベースとなる腸に負担をかけないものですよね。こういった食品添加物が含まれていないものを選ぶ必要があります。なぜかというと、食品添加物がたくさん入っているお惣菜って本当に世の中でもたくさんあるんですよね。残念なことですよね。腸や肝臓に負担をかけてしまって、結果食べても食べてもね、消化吸収ができなくなってしまうからなんですよね。そうすると痩せるホルモンの材料がないわけですから、どんどん太ってしまうという、そういった負のねスパイラルへと入ってしまうわけです。そこで、では具体的にどのような食品添加物に気をつけたら良いんでしょうかということで、2つ選んでおります。1つ目、化学調味料です。原材料名をチェックしていきましょうね。そこにもし調味料かっこアミノ酸等と書いてあれば、それが化学調味料のことなんですよね。これは実はグルタミン酸ナトリウムというね、化学調味料なんですよ。でこういったのはやはり先ほどお伝えした通り、腸や肝臓に負担をかけてしまって、結果太りますよってことでしたね。でもう一つです。甘い味付けのものありますよね。それは人工甘味料が入っている可能性が高いんです。そういったものが入っているものはですね、甘さが砂糖のもう数百倍にあるのにもかかわらず、カロリーが低い、まあ、甘さを、ね、調整しているわけですよね。そうすると脳が混乱してしまって、結果あなたはもっともっと今食べたばっかりなのに、なんかまだちょっとね、いや甘いもの欲しいなってこうなってしまうのは、あなたがお悪いんじゃないんですよということです。あなたがこういった人工甘味料を取っているために、自然とそうなってしまうというだけですから、しっかりとここはですね、人工甘味料を断つというのがとっても大事になってきます。はい、そして痩せるためのポイントの2つ目のポイントはですね、腸内環境を整える材料を使っていますかということなんですよね。食物繊維たっぷりのお野菜だったり、海藻だったり、まあ、タンパク質等々、こういったものをバランスよく含んでいるお惣菜を食べることで、食べながら痩せることができるんです。では2つ目の項目に行きましょう。今回おすすめしたいのは、コンビニのセブンイレブンさんで選んできました。3つあります。ではランキング形式でお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。はい、見えますか？素材の味を生かした卯の花になります。でこちら裏は原材料名チェックしていただきますと、先ほどの人工甘味料とか化学調味料、また香料等々、そういった余計なものが添加されていないお惣菜になっています。でこちら1パックあたりですね、 70g 入ってまして、カロリーが 91kcal です。でこの卯の花が入っていることで、やっぱりね、おからですから大豆製品ですよね。私たち女性にとってとっても嬉しいね、イソフラボンが入っていますから、やはり女性ホルモンと似た働きをしてくれるこういった大豆製品を摂ることで、すごくねダイエット効果が高まります。例えば脂肪を燃やしてくれたりとかね、悪玉コレステロールを抑えてくれたりとか、代謝を上げてくれたり、まあ、こういったね効果があるわけです。こちらねすごくあの食べやすいんですよ。そのままではもちろんいいんですけれども、軽くねあの温めて食べてもいいですよということで、ここに載っておりますね。うん、でまあ、エネルギーもね低めですね。しかもタンパク質がしっかり取れちゃうっていうのはね、女性にとってもとっても嬉しい効果だと思いますので、何かねもう一品ちょっとやっぱりしっかり栄養を取りたいけれども、まあ、カロリー低めでダイエット効果が高いお惣菜なんか一品ね気を付け加えたいなとか、作るのめんどくさいとかね
もう今日疲れたんで何か一個ねもう買っちゃいっていう時はやはりね添加物が入っていないこういったお惣菜を選んでいただきたいと思います。では続きまして第2位はこちらです。はい、セブンイレブンの、プレミアムですね。シャキシャキ食感のきんぴらごぼうになります。で先ほどね小野浜のもそうなんですけども国産だしをね使用してくださってるんですよね。国産だしは国産の、昆布と削り節を使用しただしですね。すごく こだわって作ってくださってますよね。嬉しいです。そしてねこれが1袋 70g あたりがね90キロカロリーです。なのでちょっとね卯の花の方が1キロカロリーオーバーということで第3位にしましたが、まあ、ほぼほぼ同じですのでバランスよく召し上がっていただくにはすごくいいと思うんですね。でこちらももちろん化学調味料や人工甘味料が無使用ですよね。でこちらはですねやっぱりこれもタンパク質は取れるんですけれども卯の花と違ってやっぱりねタンパク質量は低めなんですよね。ただねやっぱごぼうですからねしっかり食物繊維とってお腹の大掃除もしていただけますし卯の花と比べたらねやっぱり食感がシャキシャキしててよく噛みますよね。よく噛むと満腹中枢を刺激して食べ過ぎ防止にもなりますからぜひねきんぴらごぼうもおすすめしたいと思います。ではここから堂々の第1位はこちらです。はい、セブンイレブンのプレミアム柚子風味の豆とひじきのサラダになります。こちら1袋あたりがですね今までとはねプラス 10g 多くてね 80g 入ってまして、しかもねカロリーが一番低いんですよ。64キロカロリーしかねないんです。今まではね90キロ台でしたけれども、こちらももちろん無添加のものになります。でこちらやっぱりね豆とひじきって最強だなと思って選んだんですよね。タンパク質も取れますし食物繊維も取れますし何よりも海藻でねすごくお腹の大掃除にもなります。でまあ堂々のねカロリーも一番低かった、しかもねタンパク質量が一番高いんですよ。これがもう堂々の 4.9g 入ってまして食物繊維もね一番いいのかな、いや2番目だ卯の花の方がちょっと多いんですけど、まあ、ほぼほぼ一緒なので1位2位3位お伝えしましたけれどもどれもねおすすめです。で大事なのはですよバランスなんですよね。例えばこれが、ね、一番まあ1位だったらこればっかり食べてやっぱダメなわけです。バランスがとっても大事。そうすることであなたのねお腹の中にいる腸の腸内細菌たちの種類がまず増えます。そして元気になってお腹の大掃除ができる、まあ、こういったねバランスがもう何でも大事となってきますからバランスよく今のね3つを召し上がっていただきたいなと思います。この動画のまとめポイントはこちらです。まずベースは材料が腸内環境を整えてくれる材料だから、そして2つ目の味付けですね、化学調味料人工甘味料などの添加物が入っていないものでしたね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。